ボートレース平和島シリーズ2日目の熱戦、前半戦ラストカードを迎えました。第6レース予選競争の開始です。1号艇は森博之、2号艇立具啓司、3号艇津久井拓也、4号艇梅木啓太、5号艇藤井大河、6号艇峰竜太、以上6選手の対戦です。作戦行動はスタート展示同様、6号艇の峰が現在4コースあたりまで動いています。並びとしては内から1、2、3、6、4、5といった形になりそう。インコースは1号艇の森博之です。へ先をゆっくりとスタートコースへ返すところ、隣にコースが2号艇の立具啓司、3コースには3号艇の津久井拓也、昨日の初戦は勝利が上がった津久井、今日は11レースとの2走です。そして後方に引いていきまして、6号艇の峰竜太は4コースの角、昨日は初戦から整備を施していきまして、初日は2着1着の立ち上がり、今日は12レースとの2走で、ここはもちろん人気の中心に押されています。4号艇の梅木啓太が5コースに構えて、アウト6コースが5号艇の藤井大河、各選手のポジションが固まりました。風は変わらずホーム向かい風、進入地から1番2番3番6番4番5番スタートしました。インからは1号艇の森、センター3コースは3号艇の津久井、4コース角は6号艇の峰、1マークですがセンター3コース3号艇の津久井が握って、イン線から1号艇の森が踏ん張って、その後方から6号艇の峰が追走してバックスエッジです。さあここは高枠1号艇の森が逃げています。バック中間地点3停止に先行、スタートは前提正常でした。2番手は3号艇の津久井が優勢ですが、内側から6号艇の峰が上がってきています。1周2マークは1号艇の森が先頭でクリア、2番手先前は6番の峰、差し込む3番の津久井で直線コース。さあそして6番の峰、前1番の森も捉えていきまして、直線では6番1番が並んでいますが、時計前6番の峰が現在判定心出してきました。両サイドから3番1番が追っていく2周目1マークですが、2周目1マーク内から3番津久井が来るところ、6番の峰がかわしていきまして、ここでトップに立ちました。逆転先頭6号艇の峰竜太、3停心のリードを作りました。2番手は1号艇の森が追走、3番手には3号艇の津久井がついて、上位体制ここで6番1番3番となりました。2周目にマークです。6号艇峰竜太先頭、1号艇の森博之2番手、3号艇の津久井拓也が3番手、前の体制は6番1番3番で最終周回へと移っていきます。4番手以降は差が開いて、後方は2番の立具、4番の梅木、最後方は5番の藤井が追走しています。3周大スタンマークを旋回、最後の向こう正面へと移りました。6号艇の峰がここは人気に堂々応える走り、後続との定間大きく上げて残り半周です。2番手は1号艇の森が追走、3番手3号艇の津久井で、上位体制6番1番3番がっちり固まって最終コーナー旋回、最後の直線コースに戻ってきました。後半は第12レースに再登場です。6号艇の峰竜太、シリーズ2勝目が見えてきました。6番の峰1着でゴールイン、2着1番の森、3着は3番津久井ゴールイン、その後ろは2番の立具、4番梅木、ラスト5番藤井。6レースの勝利者インタビューです。勝ちましたのは6号艇峰竜太選手です。お疲れ様でした。さあ見事勝利を収めました峰選手へ、ボートピア横浜さんからボートピア横浜オリジナル浜棒クリアファイルプレゼントいたします。ぜひお持ち帰りください。お刺身にしていただきたいと思います、ね、はい、あの美味しいらしいですよ、浜棒じゃなくてマンボウがね、はい、ぜひお召し上がりください。はい、はい、ということでね、見事な道中逆転劇での勝利でございました。ご自身ではいかがですか。いやもう1マークなんかもう全然ダメでしたね、うん、やっぱり 船が向かないっていうのが治ってないっていうか、うんうん、はい、昨日の幕出しの時もそうですし、今日も2の頭は行こうとしたんですけど、はい、なんか前節の感じでターンしちゃうと、うん、もう全然船が返せなくて、はい、ただの行き過ぎになっちゃうんで、ちょっとそこはやっぱり、今節のエンジンに合わせた乗り方をしないといけないな、うん、踏み込んじゃいけないなっていう感じしますね。なるほど。ではね、実際の映像見ながらね、詳しく話を伺っていきたいと思います。さあここ4コース取りまして、4コースからの進入、コンマ1号あたりのトップスタートではありましたね。ちょっと掘っちゃいましたね。うん、でもまあそんな中で1マーク掘った中でのスリット後というのは縦との比較はいかがだったんでしょうか。雰囲気いいですね自分のは、はい、そこ辺は直してこれましたね。だ昨日からだいぶ立て直しができたかなと、はいはい、全然向いてないですね。もう2の頭をタイトに行きたかったんですけど、うん、はい、うわ向いてないなって感じがしました。ではまだまだちょっとこのあたり課題が残るかな。まあ自分がそういう乗り方をすれば、うん、あの今のは叩けたと思います、はい、うんうん、
この、ね、昨日のお話ではちょっと子供とはデリケートちゃんだというお話ですけど、そうですね、やはりから変わらず本当にそう、まあ、こういうふうに回ればしっかりいけるんで、うん、はいはい、どうですか昨日と今日とでどこかこの辺りは良くなった、あ、いや全体的に良くなってきてます、伸びに関しても、うんうん、手足に関しても、ただやっぱちょっと頑張って乗ってる感じなんで、うん、もうちょっとなんかあの、なんですか、船の向きとか、うん、自分が操縦性が高いエンジンにしたいなって思うんですけども、うん、なかなかやっぱちょっと難しいのはありますね、うん、もうそのペラが強いわけでもないのに回ってない感じはするんで、うん、はい、なんかその辺はデリケートなんでね、うん、バレないように回していきたいなと思います、まあ、あとは峰選手のテクニックで、そうですね、いく感じですかね、はいはい、さあ後半レースは12レース4号艇ということで、この髪のメッシュの色と同じ、あ、そうです、このために染めてきたんで、ね、染めてきたんですね、はい、4角の峰はちょっと緑っぽくなってきたんで、いや十分近くで見るちゃんと綺麗なブルーでございますよ、はい、でね、あのたくさんのゲストの皆さん、お客様をね、はい、期待していると思いますので、では最後に一言お願いいたします。はい、もうあのエンジン云々は言わずに、自分の持ってるテクニックで、全勝したいと思いますんで、たくさん応援してください、アロハ待ってます、頑張ってください。はい、6レース勝ちましたのは6号艇峰選手でした、ありがとうございました。